毎年多くの人でにぎわう川の手荒川祭り。35回目となる今年の川の手荒川祭りは、新型コロナウイルス感染防止のため、ご自宅で楽しめるようオンラインで開催されます。特設サイトでは、従来の川の手荒川祭りを感じていただけるような企画を多数用意。今日4月29日から5月9日まで何度でも楽しんでいただけます。今日は今年の川の手荒川祭りの楽しみ方をご紹介します。はじめに主催者を代表して、佐藤武史実行委員長、荒川区を代表して西川太一郎区長からご挨拶、また荒川区議会を代表して明戸真由美議長からもご挨拶をいただきました。川の手荒川祭り実行委員長の佐藤武史でございます。第35回川の手荒川祭りの開催にあたり、実行委員会を代表してご挨拶を申し上げます。今年の川の手荒川祭りは、新型コロナウイルスのため、従来とは異なる開催方法となりました。開催方法は変わりましたが、特設サイトにてステージ出演団体の動画配信のほか、川の手荒川祭りの人気イベントでありますミニ隅田川やウォンテッドのゲームを楽しんでいただくなど、できる限り従来の川の手荒川祭りを感じていただけるよう創意工夫いたしました。交流都市の特産品や区内共通お買い物券が当たるキャンペーンもございますので、ぜひ特設サイトまで遊びに来てください。また同時開催の荒川商業祭でも、荒川区商店街連合会のご協力をいただき、区内7カ所の商店街で川の手荒川祭りを盛り上げていただけるとのことです。商店街連合会の皆様には改めて御礼申し上げます。最後に、来年こそは皆様と一緒に川の手荒川祭りを楽しめることを記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。荒川区長西川太一郎でございます。川の手荒川祭り、今回は諸般の事情でインターネットを通じての開催になるわけでございます。どうぞ温かいご理解とご支援を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、川の手荒川祭りの開会にあたっての挨拶とさせていただきます。荒川区議会議長の明戸真由美でございます。第35回川の手荒川祭りの開催にあたりまして、区議会を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。川の手荒川祭りは、毎年荒川区内外から多くのお客様にご来場いただき、盛大に開催されておりますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、皆様の安全を考慮し、やむなくオンラインでの開催となりました。会場で皆様にお会いできないことはとても残念ではありますが、インターネットならではの工夫を凝らした内容となっておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今年で第35回目を迎えた川の手荒川祭りですが、昭和62年に第1回目が開催されて以来、昭和、平成、令和と長い歴史を積み重ねてまいりました。これもひとえに下町人情、熱い人々が強い地域に愛着を持って一丸となって祭りを盛り上げてこられた賜物だと
感謝しております。結びに、来年こそはコロナを克服し会場でお会いできることを願いますとともに、川の手荒川まつり開催にご協力いただきました関係者の皆様に改めて御礼を申し上げまして、荒川区議会議長としての挨拶とさせていただきます。この度は誠におめでとうございます。それではここからは川の手荒川まつり特設サイトの楽しみ方をご紹介。まずは川の手荒川まつり恒例のイベント、区内団体によるステージパフォーマンスです。いつも会場を沸かせてくれるステージパフォーマンスですが、オンライン開催となった今年も見せてくれます。今年は11団体が事前にサンパール荒川の大ホールに集合し、しっかりと感染対策をした上で動画撮影を行いました。その動画が特設サイトから視聴できるようになっています。いつもの屋外ステージとは違う照明効果が効いた迫力の映像、そんな映像をここでちょっとだけお見せします。
shorty. You remember when I grind slow, huh? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people.万歳体操は誰もが椅子に座ったままでできる10分間の体操です。体を前に倒します。両手を組んで体を前に倒します。3、はい、1、2、腰の筋肉をゆっくりストレッチします。5、6、7、2回目、はい、体を前に倒す。3、4、5、はい、戻します。体を後ろに反らせます。1、体を反らせます。3、4、5、6、7、2回目、
しっかり背中を反らしていきます。はい、戻します。肩を上げます。肩こりを和らげる体操、はい、左の肩を上げて下ろす、はい、右の肩を上げて下ろす、繰り返します。左を上げて下ろす、右下ろします。もう一度、はいはい、左の肩を上げて下ろす、はい、しっかり上げてゆっくり力を抜くように左、はい、肩をぎゅーっと上げて下ろします。右下ろします。荒川のとある街角、下郎さんがお掃除をしています。おはようございます。あー、ビーコちゃんなんか元気ないな、どうした？なんだか元気がないですね。今度は A 君です。下郎さん、おはようございます。おー、A 君おはよう。今日も元気がいいな。コロナ吹き飛ばしちゃうな、はいはい、挨拶は大きな声ではっきりと、笑顔が良いですね。荒川は笑顔と挨拶に合う町。横断歩道にさつきおばあちゃんと A 君、それに B 子ちゃんがいますよ。信号が青に変わりました。危ない、危ないよ。おばあちゃん、一緒に渡りましょう。すまないね。さあ、今の二人はどちらが思いやりのある子ですか？ A 君でしょうか？ B 子ちゃんでしょうか？ B 子ちゃんです。そうですね、答えは B 子ちゃんですね。おばあちゃん、一緒に渡ろう小さな手。荒川の心では、この5つの取り組みをハートに込めてシンボルマークとしております。それでは作ってみましょう。ハート合体です。はい、シンボルマークの完成です。皆様もどこかでご覧になったことありますか？昔のエヴァとお母さんとやれのやれ
かがですか？どの団体も圧巻のパフォーマンスですよね。もちろん特設サイトで実際にご覧いただける動画はすべてノーカットです。ステージ動画ページからそれぞれの団体の動画が視聴できますので、お好きな時間でごゆっくりお楽しみください。続いてはミニゲームをご紹介します。従来の川の手荒川祭りでも人気のイベント、ウォンテッドとミニ隅田川を特設サイトで楽しめるミニゲームにしました。遊び方はとっても簡単。ウォンテッドは画面内に現れる多くのキャラクターの中から指定されたキャラクターを素早く見つけて高得点を目指すゲーム。区内の5つのお出かけスポットがステージとして用意されています。さあ、どこに隠れているかな？画面の中にはアラボーとアラミーも登場するので見つけてね。ミニ隅田川は画面内に次々と現れる生き物をつかみ取りして高得点を目指すゲーム。上から下から左右からいろいろな大きさの生き物がやってきます。レアな大物に出会うと主チャレンジが発生。時間内に連打して隅田川の主を捕まえよう。さて、捕まえられたのはどんな生き物かな？ここに登場する生き物は実際に隅田川に生息している生き物で、捕まえると図鑑に登録され、捕まえた生き物をタップすると詳しい説明を見ることができます。目指せコンプリート。さらに川の手荒川祭りの名物の一つの交流都市の特産品が購入できるふるさと市がオンラインで実施されます。オンラインとなった今年も例年通り多くの交流都市の特産品が集まりました。中には川の手荒川祭り限定のお得な川の手荒川祭りセットの販売もあったりと、どれも魅力的な商品が多数揃っています。ふるさと市で取り扱っている商品は各事業者の購入サイトで購入いただけます。そしてなんと今回オンラインでの開催となった川の手荒川祭りでは、祭りを楽しんでいただいた方々に豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施します。抽選キャンペーンは3種類です。まず1つ目はふるさと市ラッキーカードキャンペーン。先にもご紹介したふるさと市で川の手荒川祭りセットを購入された方に、区内共通お買い物券が当たるチャンスのあるラッキーカードを配布します。川の手荒川祭りセットは商品画像にアラボーの目印が入っています。商品の内容や引き換え方法など、詳しくは特設サイトをご覧ください。続いて2つ目は、ステージ動画キーワードキャンペーン。各
団体のステージ動画の最後に1文字ずつキーワードが現れます。そのすべての動画のキーワード11文字を揃えるとクイズになっていて、このクイズに正解するとご覧の交流都市の特産品セットが抽選で15名の方に当たります。応募方法など詳しくは各動画の説明欄のリンクから進むことができます。そして3つ目はミニゲームキャンペーン。ミニゲームのウォンテッドまたはミニ隅田川で高得点を取ると表示される応募フォームに必要事項を入力して応募するとご覧の商品が50名の方に当たります。みんな頑張って高得点を出して商品をゲットしよう。日暮里繊維街の中にあるフラット日暮里1階おもてなしスペースで交流都市展示会を開催します。開催期間は5月9日日曜日までで、交流都市を紹介するパネル展や PR 動画の放映、観光パンフレットの配布、特産品などの展示を行います。毎年川の手荒川祭りと同時開催している商業祭が本日4月29日区内各地区の7商店街で開催されます。開催会場では川の手スプリングセールの景品交換が実施されるほか、商店街の PR 動画や川の手荒川祭りのステージ動画の放映も行われます。開催会場は塩入地区がベルポート塩入東館、南千住地区はジョイフル美濃和商店街会館、荒川地区はサンポップ町屋1階、町屋地区は町屋アベニュー商店街事務所1階、東小具地区は小具小学校校門周辺、西小具地区は小台大通り商店街アップル館1階、日暮里地区がフラット日暮里1階となっています。なお川の手スプリングセールの詳しい景品交換場所と期間は荒川区商店街連合会のホームページをご覧ください。さてご覧いただきましたようにオンラインで開催される第35回川の手荒川祭りは楽しい企画満載で多くの皆さんのご参加をお待ちしています。しかもいつもと違って開催期間が11日間となっていますので、好きな時間でゆっくり楽しんじゃいましょう。